うん、順調に回復してますよ。でも、もうしばらくは安静にしていてください。チッ、余計なことしやがって。てめえら何者なんだ。ユーティック機関でも連邦の人間でもなさそうだし、ただの民間人にしては怪しすぎるな。言ったはずですよ、ゆっくり休みなさいと。事情があって素性を明かすわけにはいきませんが、少なくともあなたの敵ではありません。余計なことに神経を使う必要はないでしょう。シオン。そうよ、シオンちゃんよ。どうしたんですか。あの、これ。なんだよ。花？俺に花か。うん、綺麗に咲いたからお見舞い。おい、待てよ。ふざけんなよ、こんなもん。もらってくれないの？いや。ありがとな。うん、怪我早く治してね。くそ、柄じゃねえ。何笑ってんだよ。ごめんなさい、なんか最初の印象と違ったので。おかしくて。悪かったな、どうせ花なんか似合わねえよ。ううん、違うの、よく似合いますよ。楽しそうですね。あ、フェブ！フェブロニアさん。元気になられてよかったですね。これ以上近寄るな、レアリエン。バージル。そいつはユーティック機関のレアリエンだ。そいつらのために何人の仲間が殺されたと思ってるんだ。やめて、バージル。彼女はあなたの命を救ってくれたのよ。余計なことしてくれたぜ。貴様の一部が俺の中に入ってると思うとヘドが出る。体が満足に動く状態ならすぐにでも自害してやるぜ。言い過ぎよ、バージル。てめえには関係ねえだろ。悲しいことを言わないでください。あなたの命を救うためにどれだけ皆さんが苦労したか。そんなに軽々しく命を捨てるなんて言わないで。レアリエンが人の命を語るのかよ。ええ、確かに私はレアリエンです。私たちは人間の役に立つために作られました。私の妹たちもそのための辛い実験に耐えています。でも人間を憎む気持ちはありません。それが私たちの生きている証だから。くだんねえな。何が生きている証だよ。そんなもん、インプットされたプログラムに過ぎねえよ。そう思っていただいて構いません。今の私のこの気持ちはプログラムなんかじゃない。は？気持ちだ？私はあなたに生きていてもらいたい。気分が悪くなっちまった。休ませてもらうぜ。フェブ、私たちは決して人を不幸にしたいと思っているわけではありません。うん、分かってる。いつか分かり合える時が来るわよ。